パトシュビールシー1分子リアルタイムシーケンシングまたは1分子リアルタイムシーケンスとは並列化された単一分子 DNA シーケンスの手法の一つでありパシフィックバイ音イオ,ンセスオブカリフォルニア社から発売されているパトシュビーシーケンサープラットフォーム上で動作するスマートシーケンスではゼロモード同肌を利用しており DNA ポリメラーゼ酵素が一つずつ ZMW の底部に固定されている。そして、この酵素が、テンプレートの DNA 分子を一つずつ取り込む。ZMW は、DNA ポリメラーゼによって取り込まれる DNA を、1ヌクレオチド単位で観察することができるような、極小の蛍光観察を行える場を構成する、構造をとっている。4種類の DNA 塩基は、各々異なる、蛍光色素が付着しており、 ヌクレオチドが DNA ポリメラーゼによって取り込まれることで蛍光タグが切断されて蛍光が発せられ、またその蛍光タグは迅速に ZMW の観察領域から拡散することで蛍光が観察されなくなる。検出器はヌクレオチド取り込み時に発せられるこの一瞬の蛍光シグナルを検出し、その蛍光色素に対応する塩基に従うことでベースコールが行われる。 この技術において DNA シーケンスは多数の ZMW を含むチップ上で行われる。各 ZMW の内部では一本ぐさり DNA をテンプレートとして取り込む活性を持つ DNA ポリメラーゼが一分子ずつ底部に固定化されている。そしてそこから光が透過して一分子レベルで DNA ポリメラーゼの活性をモニタリングできるような 可視化チャンバーが作成されている。DNA ポリマエラーゼによって取り込まれたリン酸化ヌクレオチドからのシグナルは DNA 構成の進行中に検出されるため、シーケンス中のリアルタイムで塩基配列を決定することができる。核ヌクレオチド塩基について対応する蛍光色素分子が設定されている。この蛍光色素分子はヌクレオチドのリン酸差に付着している。 ヌクレオチドが DNA ポリメラーゼによって取り込まれると DNA 差を新調するために作成される自然の DNA 合成プロセスの一部として蛍光色素をつないでいるリン酸ジエステル結合が切断されるその際に蛍光が発せられこれを検出器によって測定することで DNA 合成を実行する中で今何の塩基が DNA ポリメラーゼによって組み込まれているかを 識物することができる。切断された蛍光色素分子は速やかに検出容器内から拡散するため蛍光シグナルが検出されなくなる。ゼロモードー波炉は透明なシリカ基板上に堆積したアルミニウムクラッドフィルムの円形の穴からなるナノフォトニックを閉じ込める構造になっている。ZMW ホールは直径70ナノメートルほどであり深さは100ナノメートルほどである。 小さなアパーチャを通過するときの光の振る舞いにより、光場はチャンバー内で指数関数的に減衰する。照らされる ZMW 内の観測溶石は20ゼプトリットル程度である。このボリューム内で単一ヌクレオチドを組み込んだ DNA ポリメラーゼの活性を検出する。シーケンスの性能は、それぞれの実験におけるリード長と、ソースループットから測定することができる。 2018年9月19日、パシフィックバイサイオンセス、パトシュビー社は、シークル6.0ケミストリーとそれに伴うソフトウェアバージョンをリリースした。公文資料 DNA を使用した大きなインサートライブラリーと、長さが約15000円規未満の短いインサートライブラリーを使用した場合、対照的なパフォーマンスになることが示されている。具体的には、 大きなテンプレートの場合、平均リード帳は最大3万円期であるのに対し、挿入ライブラリーが短い場合、平均分子帳は最大10万円期で同じ分子を環状に読み取る。後者の短い挿入ライブラリーの場合は、単一のスマートセルから最大500億の円期を生成する。パシフィックバイ,サイオンセス・パトシュビー社は2010年後半に、 RS 装置のベータ版をリリースした後、2011年にスマートシーケンスを商品化した。RS、RS 通用のスマートセル最初に製品化されたサイのリード帳は平均で約1100円機の正規分布を描いていた。2012年の初めにリリースされた新しいケミストリーキットではシーケンサーのリード帳は長くなり、 このケミストリーを試した初期の研究者は2500から2900円期の平均リード帳を報告している。2012年後半にリリースされた XL ケミストリーキットでは平均リード帳は4300円期以上にまで増えた。2013年8月21日、パットシュビーは新しい DNA、ポリメラーゼバインディングキット P4 をリリースした。 この P4 酵素の平均リード長は C2 シーケンシングケミストリーと組み合わせた場合は4300円期以上、XL ケミストリーと組み合わせた場合は5000円期以上になった。酵素の精度は C2 に類似しており30倍から40倍の範囲で QV50 に達する。そのため、このケミストリーではより少ないスマートセルでバリアントコールの精度を高めた。 高品質のアセンブリを行うことが可能になった。また、ブルーペッピンなどの電気営動装置を使用して、入力 DNA サイズを事前に選択することで、7キロビットを超える平均リード長を得られた。2013年10月3日、パトシュビーはパトシュビー RS2 の新しい主役の組み合わせ C3 ケミストリーを備えた P5、DNA ポリメラーゼをリリースした。 同時に、シーケンスリードの長さは、平均約8500円期まで延長され、最長のリードは3万円期を超えた。スマートセルあたりのスループットは、CHM1 セルラインのシーケンス結果では、約5億円期にまで達した。2014年10月15日、パッシュビーは、RS2 システム用の新しいケミストリーである、P6C4 のリリースを発表した。これは、 同社の第6世代のポリメラーゼと第4世代のケミストリーを表し、平均リード長をさらに延長して1万から1万5千円期程度になり、最長のものは4万円期を超えた。新しいケミストリーのスループットは、シーケンスされるサンプルに応じて、スマートセルあたり5億から10億円期になると予想された。このケミストリーは RS 用に、 リリースされたものの最終バージョンとなった。各テクノロジーにおけるスループットは、シーケンスされた DNA 分子のリード長とスマートセルの総マルチプレックスの両方に影響される。スマートセルのプロトタイプでは、並列 DNA シーケンスを可能にする約 3000ZMW の穴が含まれていた。商業家事には、スマートセルは、それぞれ2組の7万5000で読み取られた15万。 ZMW の穴でパターン化された。2013年4月、同社はパトシュビー RS2 と呼ばれる新しいバージョンのシーケンサーをリリースしました。これは15万 ZMW の穴をすべて同時に使用して実験ごとのスループットを2倍にしている。2013年11月の最高スループットモードでは P5 バインディング C3 ケミストリー ブルーペピンサイズ選択を使用し、パトシュビー RS2 において、スマートセルあたり、平均3億5000万円機を算出し、また多い時には5億円機を含む人ゲノムのリードを算出したことが公式から発表された。ただし、このスループとは、シーケンスされるサンプルのタイプによって異なる。P6C4 ケミストリーの導入により、 スマートセルあたりの典型的なスループットは5億ベースから10億ベースに増加した。シークル用のスマートセル2015年9月、同社は容量を100万 ZMW ホールに増加させた新しいシーケンス装置シークルシステムの発売を発表した。初期のシークルのリード長は RS に匹敵し、その後のケミカルの更新によってリード長はさらに増加した。 2017年1月23日にリリースされた V2 ケミストリーでは平均リード帳は1万から1万8千円期に増加した。2018年3月8日2.1ケミストリーがリリースされた。これにより平均リード帳は2万円期になり半数のリードが3万円期を超えた。スマートセルあたりの終了はラージインサートライブラリーまたは ショートインサートライブラリーのそれぞれで100から200億円期にまで増加した。2018年9月19日、同社はシークル6.0ケミストリーを発表した。平均リード長は短い挿入ライブラリーの場合は10万円期に、長い挿入ライブラリーの場合は3万円期に増加した。スマートセルの終量はより短い挿入ライブラリーで、 最大500億円機にまで増加した。8M スマートセルのピペットチップ2019年4月、同社は800万 ZMW の新しいスマートセルをリリースし、スマートセルあたりの想定スループットを8倍に増加させた。2019年3月の58の早期アクセスの顧客によるレポートでは、長さが約15キロバイトのテンプレートで、 セルあたり 250GB のデータが生産され、より大きな分子のテンプレートではセルあたり 67.4GB のスループットが出たことが報告された。現在、システムパフォーマンスは、公文資料の連続したリード、または事前に修正された Hi-Fi のリードによって報告されており、公文資料のリードの場合、全リードの約半分は長さが 50KB を超えている。 ハイファイリードのパフォーマンス測定には、繰り返し読まれたアンプリコンパスを利用して補正されたフレットスコアで920を超える品質の補正済み配列を利用している。アンプリコンの長さは最大で2 0ロビットに抑える必要がある。一分子、リアルタイムシーケンシングは幅広いゲノミクス研究に適用できる。例えば、デノーボゲノムシーケンスにおいて、 スマートシーケンスからのリード長は、サンガーシーケンスによる手法と同等かそれ以上の線路を発揮する。より長いリード長を得られることで、デノーボゲノムシーケンスとゲノムアセンブリが容易になる。また、スマートシーケンスとショートリードシーケンスの両方を併用したハイブリッドアセンブリにより、デノーボゲノムアセンブリを行うことも行われている。2012年に、 最近ゲノムのコンプリートゲノムを決定した査読済み論文が複数出版された。長いスマートシーケンスリードを使用したゲノムアセンブリのパイプラインも発表されており、セレラーアセンブラーの更新版を報告した論文が含まれる。2013年には細菌や個細菌のゲノムの大部分を完全にアセンブリしてコンプリートゲノムを決定するために、 ロングリードシーケンスが利用できると考えられるようになった。スマートシーケンスでは、感情に DNA テンプレートを作成するが、新しく合成された DNA 差をテンプレートから分離する鎖地間構想を利用することで、一度の欄で同じ DNA 分子を複数回リシーケンスすることができる。2012年8月、この技術を利用し、 SNP コーリング用のスマートシーケンスを評価した研究がブロードインスティチュートから報告された。また、ポリメラーゼの挙動を調べることで、その塩基がメチル化されているかどうかを推定することができる。科学者たちは、メチル化や、その他の塩基収縮を検出するための単一分子、リアルタイムシーケンシングの使用を実証した。2012年、スマートシーケンスを使用して、 6つの細菌の完全なメチロームを決定した論文が報告された。また2012年11月には大腸菌の発生株のゲノムワイドなメチル化に関する報告が発表された。長いリードにより5及び3末端を含む完全な遺伝子、アイソフォームのシーケンスが可能になった。このタイプのシーケンシング手法はアイソフォームやスプライスバリアントを調べる際に有用である。 スマートシーケンスの応用例の一つとして、生殖繊維伝学の研究において、親生殖モザイク症が疑われる家族を調査した研究が報告されている。長いリードにより、患者のハプロタイプの調べることが可能になり、突然変異の親の起源を探索することができる。また、深くシーケンシングを行うことで、生死細胞の対立遺伝子頻度を決定し、 将来影響を受ける子孫の再発リスクを推定できることが報告されている。ありがとうございます。